VTuber のやしろましろです。どうぞよろしく。金曜日となりましたので ASMR 実況を投稿いたします。今回もパルハラ続きから遊んでいこうと思います。ではね、早速やっていきましょう。おはようございます。チルカ、いいところに来た。そうですか、ボスも起きるもいつも早いから一人だけ遅刻してるような気分です。なら教えてやるが、あの犬はいつも遅刻だ。犬、前回ね、何でしたっけ、柴犬、イカ、柴、イカ犬、いや、イカ柴か、もうね、増えましたから、こう犬って呼称されるとどちらのことになるのか、それはいいとして、日曜日に何か予定はあるか、デートか、体重1000グラムの黒い毛の塊を膝に乗せてくだらないメガクリスマス特番を見るつもりですけど、どうして日曜日にここでささやかなメガクリスマスパーティーをやろうと思うのが来るか。いいですね。もちろん。そうか、仲のいい客も誘ってくれ。数が多いほど盛り上がるからな。あ、お店閉まっちゃうから最後にパーッとやるって感じなんですかね。今日はフォアどうした？固く操作は終わったみたい。探し物が見つかったんじゃないかな。うむ、それはともかく仕事を始めましょう。あ、そうしてくれ。今2069年って書いてありましたね。近未来、近未来、2069年でもこういうなるとは。始めましょう。一日を変え、一生を変えるカクテルを。いらっしゃ。誰だろう、誰が来たのかな。かわゆい、いいですね。黒髪、羽毛、パッチリお目目の若干パッツンの。 OK、 ふもふもドリームください。頼むものもかわいい。未成年に見えると。身分証明書を見せてもらいます。身分証明書はないのだって。メガクリスマスの過去の亡霊だから。ということ。ふむ
うだろうね。泣いちゃうかもしれないし、こう家族会議が始まるかもしれないし、引っ叩かれるかもしれないし、ね、アルコールの匂いで一発退場ってことはないんじゃないかな。望み通りのいい子じゃないんだから期待させない方がいいと思う。私の友達にも母親からプレッシャーをかけられてる人がいる。本当に。うん。でも彼女の場合は結婚しろ、家庭を持てって言われてるんだけど。じゃあ単刀直入に言えば、あなたはお母さんをがっかりさせるためにここに来たでしょ。うん。お酒は好き。正直言ってまずいと思う。じゃああなたのしてることは間違ってる。楽しんでないんだったらね。お母さんをがっかりさせたいなら、少なくとも自分が好きなことをやるべきじゃない。例えばベリーダンスが好きだからベリーダンスを目指すとか。でないとただ傷つけるためにお母さんを傷つけることになる。どうなんだろうね。その母親のことが嫌いだったのならそういうこともあるだろうけど、違ったタッチの人が
ねにバーズプラスと、でも最初はピアノウーマンって言ってたような、じゃあピアノウーマンにしよう。こっちね。でもなバイか、バイクで来てんのに出しちゃうの。これか。あ、でもどっちにしてもお酒アルコール成分言えなきゃダメっぽいならピアノウーマンにしとこうか。もちろん好きな
る必要はない。もしそうしたいのならもちろん止めませんけど、あ、でもそうしたいわけじゃないんだ。疲れるし楽しくないし、あ、でも、人に合わせて生きるのは大変だよね。いかつく見せたいなら黙ってたらいいと思いますよ。入ってきた時はすごく怖かったから。なるほど。もう一杯飲みます？それとももうやめときます？もう一杯いけそうだ。フリンジフィーバーをもらおう。でも本当は、かしこまりました。まあでもね、これか、可愛らしいやつなのかな。エレガントってことか。彼は男らしいカクテルじゃなくてフリンジフィーバーを頼んだ。そうそう、好きなものを頼めばいいんだよね。まあでもアルコール量えぐいですけど。
イルが出てくるメンテナンスとかなのかななんてね、なりません。毎月ちょっとしたメンテは必要なんだけど、それはまた別の話。じゃああの日って何の日？フリーディング前夜飲みたくなる日。守りたいこの笑顔で。仕事はどう？意外かもしれないけど、ホリデーシーズンに鬱になる人はいっぱいいるんだ。トロシーちゃんはそういう人たちから引く手あまたなのだ。ライバルが一番多いシーズンでもあるけどね。あ、年末に向けて寂しくなっちゃうとか、ライバルなんているの？もちろんライバルは人間もリリムもいるよ。そのうちの半分はサンタのセクシーコスチュームなんか着ててずるい。着ればいいんじゃないの？私が買おうとしてる時にはもう売り切れ。でもその方が好都合かも。どうして？肌の露出が多い女の人を避けたがる男性も多いから。へえ、私の経験上、常連を逃がさないようにする一番のコツは普通の格好をしてること。そうなの？普通の格好をしてればお客もただの知り合いだってふりができるでしょ。部屋に着くまで人目を避けようとしなくて済むし。あー、まあ知り合いだってなんて言うんでしょう、同伴とかって言うんでしたっけ。あー、そういうことか。商売女って見られなくて済むってことか。ことに及ぶ前に夕食や映画に誘ってくれるお客もいるんだよ。まあでもデメリットもあるけどね。パッと見じゃ私の仕事を分かってもらえないし、電話で初回の予約をした人のところに行くと大抵はいたずらだと思われちゃうんだ。顔写真とか載ってないのかな。へえ、そうなんだ。ところでお客は人間だけ？それともリリムも？人間だけだよ。 40% 以上の甘みの人限定って方針でやってる。40%。あー、まあね、カスタムしてないってことか。まず首から上は人間じゃないとダメ。あそこは本物の方がいいけど、場合によっては例外もある。お客が女の人だったらそこまで徹底してないけど。うーん、どうしてお客を紹介してくれるの？いえ、聞いてみただけ。そう、話してたら喉が渇いちゃった。ブルーフェアリーちょうだい。大きいやつね。了解。これだね、ブルーフェアリーで、材料2倍とブルーフェアリー大きいサイズどうぞ。はい、これを何杯か飲むと本当にフェアリーが見えたりするのかな。メルヘンのこと言い出した。限界まで飲んで確かめようとした男がいたよ。本当に見えたって言い張ってたんだけど、自分のゲロと見間違えただけだった。クリスマスの亡霊がここに来たんだ。それで未成年にお酒を出す出さないで揉めたって話だけど、冷静に考えたらトロシーはどうなの？リリムに年齢とかってあるのかな？いえ、特にはただの笑い話。笑い話ったら私もあるよ。ペガサンタドッキリ。それは何なの？毎年やってるいたずら。まずショッピングモールに行ってお客さんが多い日を待つ。待ち伏せ。そしたらネガサンタのところまで行って、お嬢ちゃんは何が欲しいんだいって聞かれるまで待つ。嫌な予感がしてきた。そしたら出せる限りのうぶな声でこう答えるの。私を女にしてって。悪い女だな。そうするとごまかそうとするメガサンタもいる。このリリムの子は人間になりたかってるとか言って。そしたら私はこう言うの。私がなりたいのはあなたの女。恐ろしい女ですわ。それから続けてこう言う。とりあえずディルドを一本ちょうだい。物体ピンクのやつね。それかイボイボしてるキュウリ。いたずら心に火がついた時はお馬さんをちょうだい。私が乗るんじゃなくて馬に乗ってもらうの。とか、どういうことだろう。三角木馬ってこと？一度なんか助けておじさんにいたずらされてるって叫びそうになったこともあるけど、かわいそうなことしかしないな。
涼しい顔して年齢を言えるとは思わなかったな。どうして平気なの？どうして平気じゃないんだろう。近頃のこの辺りはすごく物騒だからね。何事もなく一つ年を取れることがどれだけありがたいか。年を取ることは不幸じゃない、やり遂げた証なの。そのセリフをプリントしてシャツを作るべきだね。やらないなら私が作っちゃう。ご自由にどうぞ。集中すればできるけどすぐにはできないよ。確かに私にはカレンダーと計算機の機能も搭載されてるけど、そういう機能は他のいろんな種類に割かれてるから、だからやろうと思えばできるけど、あなたに聞いた方がずっと早いってわけ。こいつ、なるほど。どうして日付を知りたかったの？26だり、26日にちょっとやらなきゃいけないことがあってしばらく避けてたことなんだけど、もしかしてつながりがあるのかな。あ、心配しないで。危ないこととかそういうのじゃないから。ただちょっとヘビーで止めるとかそういうこと。私にできることはある？助けてくれるの？何をすればいいか教えてくれたらね。じゃあまた今度言うね。そろそろ行かないと。年を取らないけど見た目だけね。彼女はずっと大人ですよね。じゃあな。カレンダーや計算機の機能にすぐにアクセスできないって話、あれは本当かね。コンピューターのワープロソフトからカレンダーにアクセスしてもカレンダー機能は使えないじゃない。それと同じようなことなのかな。昨日ドロシーに会いたかったよって言えばよかったのに。会いたがってたね。忘れてた。猫の子してきたら言えてる。ほっぺ触りたいわ。またテイストの違う子が、また未成年。何？どこかの中学校でうちの店が話題になってるとか。困ったことね。中学か。さっきのカレーの話で言うとね、人によってはね、中学生になったほどのことをおばさんで自称する子もいるらしいけど、そんなに年を取ることに過敏になるってもったいないことだと思いますけどね。なんかその年でしか楽しめないことっていろいろあるからね、その都度その都度大事にすればいいものをね。ってことはもしかしたらあるもの
回収してないんだ。だから今のうちで取り出しておこうかと。ああ、そっか。はい。近頃はプレイする人もめっきり減ったけどね。明日金でも、金は金さん。小銭のおかげで命拾いをしたことも一度や二度じゃない。お金は大事だからね。逃走中に追っての顔に投げつけたとか、そういうのも一度だけ。それにな、最初に投げてきたのはあのパパの方だ。あるのかい？そう。でも、アーケード用の筐体ってどうして未だにコインとか本物のお金を入れなきゃいけないのかな？それがスタートになってるからじゃないの？このご時世にゲーセンがまだ残ってる理由と同じだよ。ノスタルジーさ。かもね。何？ねえお姉さん。え、はい。私が誰だかわかる？私は元カノの妹だと踏んでおりますわ。私の知ってる人。わかると言いたいけど、うん、ごめんね。本当に妹の顔も忘れちゃったの。え、実の妹。妹、私には妹なんて。妹、義理の妹。まさかガビー、ガビーなの？嘘、ごめんなさい。でも最後に会った時からずいぶん大きくなってたから。あれからどれぐらい経つ？3年。短いのかな。でもたった3年。でも小さい子にとって3年は長いからな。そうだったね。なんだ、知り合いだったのか。うん、私のガールフレ、昔の恋人の妹。で、最近はどうしてるの？でもね、この表情からよくは思ってないんだろうな。あれから転校したの。それで試験の結果が良かったから飛び級できることになる。へえ。来年には中学校を卒業する。なるほど、頭良かったもんね。大学の専攻はもう決めた？科学者になりたいって言ってたよね。まだ決めてない。次は高校だから数年は考える時間がある。あまり気負わない方がいいよ。飛び級したなら1年休んだっていいんだし。ところでレノアはどうしてる？レノアってこの子のお姉さん。私の元カノ。じゃあお前、猫以外とも付き合ったことあったんだ。こいつは驚きだ。こんなちょっとうちの子について変なこと言わないで。それでレノアは、なんとなく表情から察してはいたけれど死んだ。ごめん、ちゃんと聞こえなかった。もう一回言わせる機会。ジルちゃん、ジルをね、ジル、お姉ちゃんは死んだの。先週の土曜日に。それを知らずにわざわざここまで来た。ちょっとガビー、ふざけるのは。それ関係でふざけるような子じゃないってことでしょうよ。ふざけてるのはそっちでしょ。もうあなたがここでカクテルなんか作ったり雑談したりして浮かれてる間、お姉ちゃんは一人で病気と戦ってた。待って、レナは病気だったの？何の病気？いつから？原極性ナノマシン拒絶反応。それが原因で心臓発作が起きた。ナノマシン拒絶反応。機械が体は受け付けないってことなのかな。あなたが出て行ったちょっと後から胸の痛みを訴えてた。あなたは自由になりたいなんて言ってたけど、それだけの価値があった。あ、怒り心頭なんだね。身内がなくなって自分が楽しくやっていくことがお姉ちゃんの命よりも大事だった。絶対さ、そのジルちゃんに責任はないんだけど、気持ちの持ってきどころがないんだね、この子には。どうしてそんなに責めるの？私が病気をうつしたわけじゃないんだよ。え、でもあなたがいなくなった後、お姉ちゃんの病気はどんどん悪くなっていった。偶然にしてはできすぎじゃない？いや、偶然だけどね。それあなたとの喧嘩の後、目に見えて体調が悪化したんだ。だからあの喧嘩が引き金だったとしてもおかしくない。
は自由じゃなかったってこと。3年間うまく続いてきた関係を終わらせてまで欲しかった自由って、私たちと一切連絡を絶つほど大事な自由って。こういう背景を見てたりすると、なんて言うんでしょう、この子は親御さんとあんまりうまくはいってないんでしょうね。全てを捨ててまで欲しかったもの、そんな自由がお姉ちゃんの命よりも黙って一気にうなった。お姉さんを殺したのは私ではない。いい加減にして、私がナノマシン拒絶反応を移したわけじゃないんだよ。そもそもこのその病気って移るものなのかな。病気だったなんて今の今まで知らなかったし、私がどうしてレノアと口論したのかちゃんと分かってて言ってるの。私が何を恐れていたのか、指の間から若さがこぼれ落ちていく怖さが分かる。簡単な決断だったと思うの。怖かったんだよ、今だって怖い。でも自分の人生はしっかりつかまなきゃならなかった。それはあなたのお姉さんとは関係ない。愛してたのよ。喧嘩して私だって傷ついた。バカ。中学生にはきつい言葉ですわね。にしちゃったからね、喧嘩して。それを知らせに来た妹は私をひたすら恨んでるし、おまけに辛く当たってしまって、これじゃ同じことの繰り返し。あの時勇気を出して謝ってたら、もっと思いやりを持ってたら、そしたらたらればだね。うわー、ありがとうボス、ハグしてくれて。止まって行ってやろうか。ありがとうございます。でも一人にさせてください。一人で考えをまとめたいんです。そうか、わかった。だがおかしな真似はするなよ。わかったな。よからぬ考えが浮かんだり、あまりに不安だったりしたら連絡しろ。はい。おい、ファジルのこと頼んだぞ。みゃー、忘れずに連絡しろよ。いずれにしろ、後で私からも連絡を入れる。まあでも、悲しむ時間っていうのは必要ですよね。ジルは落ち込んでいるが、この前見かけた可愛い子だな。ゲームのポスターを買えば少しは集中できるようになるだろう。いい一日よ。いや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 。可愛い子さんのポスターってどれだ？これか。引き出して。どうなんだろうな。難しい問題ですよね。それでチェックだけしてまいりますね。今掲示板とニュースを確認しましたけれども、掲示板にはね、あんまり新しいネタはなかったんですけれど、ニュースの方で新法で監視強化、ナノマシンに関する法律が追加されたっていうニュースでありましたね。さっき根元カノが死んでしまった原因が
ましょう。ね、次回ジルちゃん普通に出勤できるんですかね。どうなんでしょう。こうやっぱりね、そろそろ終わりになってきているのか、お話がちょっとずつ動いてるような気がいたします。では気になりますけれども、続きはまた次回金曜日にまた見てくださいね。